ゴルフスライスで検索して出てきた10個以内の中でいいのを選んで実践してみよう。なるほど。YouTuber が YouTuber の企画を実践してみて効果があるのかと。そうそう、もっとね再現しやすい教え方しろよと。うん。遅れて遅れるよ。違いますよ。ということで、クラブヘッドを正面に上げてってください。ゆっくり。てて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 。まっすぐですか？まっすぐじゃないですか？まっすぐじゃないのか、これは。どうなんだ？まっすぐだな。まっすぐですね。まっすぐですね、はい。あとグリップをちょっといいですか。はい。ちなみに僕下ろしてもらってミークなんですよ。ストロングじゃないんです。だからね、ドローが出ておかしくないグリップしてるんですよ。これね、僕今ドリル見たんですけど、嘘だと思って。僕は僕ちょっとまあいろいろあって直した。昔ストロングだった。うん、ただでもこれだとちょっと手首やっちゃうし、うん、なんだっていうのでウィークに戻したんだ。だから非常にこのスタンダードな握り方で僕ゴルフしてるんですけど、はいはいはい、これフェードが出るんですね、ドリルがね、うんうんうん、でこのこれもまっすぐだね。まっすぐだね。どうしてだから今どうしたんだろう。ポイントとしてはちゃんとクラブヘッドもスクエアに構えられていると、はい。そして、グリップもウィークだと。ウィークだと。ウィークなんです。元からウィークの人間なんです。フックグリップと言われてる、はい、日本では言われてるのは、はい、フェードを打つ用のグリップだと言っていた、はい、あのウームに魂を打ったあのね、あの先生は言ってましたけど、はい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 、ずっとやってたと。そう、ずっとウィークなんです。これ実はウィークなんです。でもう一点、応急処置みたいなのでさ、45度ヘッドをして、そう、かぶせて、もう45度、もっとかぶせて、45度かぶせて、握り直して、そう、かぶせて、握り直す。で、そのままアドバイス取ってもらって、じゃあちょっとそれで言うと、こんなのね、フック出るに決まってるんです。いやいや、ほんとね、舐めないでよ。やってみようか。はい、ほら、あー、そうだね。こんなのめちゃめちゃおかしな話です。うん、で、もう一回行こうか。もう一回行こうか、うん。絶対出ますよ。もうね、800球とか1000球出ますね。ほら、どう考えても石川遼のテンションで来た。そうだね。はい、で、これね、あの先生は、これで徐々に戻していけと。戻していけ。そう、角度を徐々に徐々に。なるほど。うん、そう、戻していってね。まあ、ちょっと45の半分ぐらい、うん、30、20度ぐらい、20分ぐらい、うん、まあまあいいフェードが出ちゃったね。フェードで始めました。うん、ダメなんだよ、もうフェード出てもダメなんだよ。ダメ、これまだ、うん、まだこれフックラインで出てないんですか。35度ぐらい。35度。およそ35。まあまあまあ天ぷらだけど、まあ左には打ち出してるね。まあ、ということで、あの動画に関しては、はい、内容どうのこうのじゃなくて、はい、かぶせて打てよと。もうスライス出るやつはもうかぶせて打てよ。それじゃダメっすよ。そうということで、はい、あいつもダメ。次行こう。これ見たことある。わかりました。ドライバーのスライスが直らないな。もう完全にそうですね。これで直らなかったな。ポイント1、
人は右肩を引いて構えよう。右肩を引いて構えよう。これね、本編でも同じことです。入れます。フォローで最初のターンを見ています。シャフトを立てよう。何でしょう、全然わかんない。右手が下にある。一緒やん。スライスで悩んでる。右肩を引いて構える。これ先の週だ。今日は悩み良かったんですが、普段あまりお目にかかる。あ、YouTube3 本目かな、はい、3本目ちょっと今見て、はい、今の動画のポイントとしては、はい、ポイント 1分かりました。それやって僕分かってないですからね。分かりました。まず、このアドレスをこう取った時の右肩これ。あ、いつも通り構えて。いや、はい、いつも通り。やっぱね、右肩入ってるよ。これなんですけど、これ、しょうがなくないですかって思うんですよ。これなんでかって、左足寄りに置いてあるじゃないですか、うん、こうボールがね、うん、で、左肩はいいんですよ、うん、このクラブに対して、うん、あまり最短距離で行ってる、うんうん、こっちの右手も最短距離で行くと思ったら、うん、右肩って絶対かぶるんですよ。まあ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 、で、肩をちょっとこうさっきのポイント見てみたいにやってみて。めっちゃ打ちづらい。すごい。うん。じゃあ右足をちょっと後ろに引いて。そう、クローズスタンスで。そしたら右肩ちょっといけない。いや、楽。あ、いけるね。これで楽。そういうことっすよ。これでいい。あとなんだっけ、さっきのポイント。アームローテーションなんで、一歩引いて。ゆっくり素振りして。ああ、そうそうそう。90、ゆっくり振って、ゆっくり来て、もっと前で90度っつったな。ゆっくり来て。いや、上に90度だね。そう、こう、こう、そうそう、こう、こう、そうだね。めっちゃきついこれ。めっちゃきついっすこれ。これ絶対無理っすよこれ。めっちゃきついっす。めっちゃきついこれは。これはローリーマキロイでもやってない。やってない。ジェイソン・デイでもやってない。でもそれをやってみたら治るかもしれないよ。それ一回素振りして、もう一回いきますよ、うん、ただのこうっすね。絶対無理だって。じゃあもう一回、じゃあ素振り、足開いてアドレス取って、そう、ちょっとクローズにして肩を後ろに、はい、どう、ちょっと待ってね、後ろから出るよ。肩をちょっと、そう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 、そうそうそう、どうするんですかこれは。それでちょっと素振りしてごらん。さっきのあのアームローテーション入れてるんですね。そう、めっちゃきつい、めっちゃきつい。いいのいいの、きついもんだよゴルフの練習。うん、いいよいいよいいよ、いいんだ、いいのいいのいいの。今までやってなかった動きで使ってない筋肉も使ってるから、きつくなるのは当たり前。あ、まあ、確かに。そう、いいの、きつくていいの。うん、いいよいいよ。さて、それで打ってみて、打ってみ。本当だな。そう、打ってみよう、打ってみよう、打ってみましょう、打ってみよう。クローズさせていただいて、で右肩を、はい、はい、そうですね、いきますよ、うん、お、ちょっと待って、今のは天ぷら温かんない、ちょっともう一回だね、ちょっと待って、はい、アドレス取って、右肩をちょっと大げさ、大げさでいいの、大げさで。あ、違う、ちょっとクローズスタンス、そうで、右肩をそう、こうなるね。これ以上腕伸びない届くじゃないですよ。いいよいいよ、これ伸びたから。これ左どうすればいいんですか、次。こうなりますよ、こうやって。もう一回アドレス、アドレス取り直して、クローズスタンスでちょっとアドレス取り直して、はい、クローズアドレス、クローズスタンスでちょっとクローズしすぎだから、もうちょっと、もうちょっと、うん、そう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 、でちょっと右肩ね、はい、はい、どうですか肩は。あ、いい、いい、いい感じ、ちょっと待ってね、はい、いいですか。あ、いい、いい感じっすね、いい感じっすか、はい、いきますよ。ほら、ちょっと待って、スライスはしてないね、してない、スライスしてないね、あれ
ちょっともう一球打ってみよう。今ちょっと当たってないからね。これちょっと遠くない？ボールから。え？そんなことない？このさ、マークって何なの？これがセンターらしい。じゃあ、これでいこう。ちょっと近づいたよ、ボールに。今、前に出したの。はい。うん、右肩意識して。あっ！収まったよ！うん、スライスではないね。しかも、200ヤード以上飛んでるじゃん。え、収まってる。ここでちょっと、じゃあ、スライスのスピン量でさ。ということで、イエロー、今まで通りのスイングしてもらっていいですか？はい。今まで通り。まあ。で、これでね、サイドスピンが1234なんですよ。もうこれはもうドスライス確定ですよ。はあ、うん。ということで、これさっきこの数値見てて、はあ、アームローテーションと右肩意識と、あとちょっとボールの、このボールの位置ね。はい、はい、うん。今までさ、こうです。これで構えてたよね。はい、でちょっとちゃんと真ん中に当てるように意識してた、ね。ちょっとさっき数値が違った気がするんだ。ちょっとそれで意識して。右肩こんぐらいで、あとアームローテーションね。はい。フェードだよ。ほら、これでさっき気になったのは、210だって。このサイドスピンがもう半分になったんですよ。さっき1200いくつだもんね。それが680まで来て。え？これかな？じゃあもう一球行ってみよう。もう一球行ってみましょう。うん、はい、じゃあルーティンを。アドレス取ってボールの位置チェックして、肩。肩入ったっけ？肩意識。で、インパクト後のアームローテーションを意識して。はい、行きましょう。フェードだよ、やっぱ。これ今ちょっと811なんだけど、この音声でフェードって言ってるんですよ。スライスじゃなくて、そう、フェードフェードって言ってるんですよ。めっちゃ打ちづらいんですよ。そりゃそうだよ、だって今までのスイングじゃないから。めっちゃ打ちづらい、めっちゃ打ちづらいけど、ちゃんと今の先生の言ってたことを意識して打ってみましょう。いますちょっとボール遠い気がするな。うん、あ、ちゃんと守ってない。はい、もう一回じゃあルーティンやんなきゃね。ゴールの位置はアドレス取って、右肩、右肩、はい、アウト、これか。もうちょい行ける、うん、きついより、そう、はい、アームローテーション意識して行きましょう。ほら、フェードだ。またフェードで。ほら、794。またフェードっつった。200ヤード超えですよ、これで。やっぱそれなの、やっぱきついんだよ。言っていいですか？うん、わかりました。もうちょっと行こうけど。はい、わかりました。来た、完璧。おお159.6。208ヤード十分でしょ。マジか、乗った、やったね。なんだろう、なんだろう。ということで、YouTube の動画を今3つ見て、一番最後、うん、何先生だ、忘れちゃいましたけど、わかりました。そう、まあ、名前は出さないで、わかりました。いや、イケメンの先生、はい、イケメンの、はい、いうことの、はい、ポイントとして、はい、右肩今までこう右肩がこう入っちゃったね。いや、これをしっかり
大げさに言うとこっちみたいな、うん、でもスクエアでしょ、スクエアぐらいが一番いいんだって、うん、あと、アームローテーション、アームローテーション、アームローテーションも立ったまんま、まっすぐに直立して、ここで、ここで、ここでちゃんと返す。返すよ、倒すよ。これをまあ忠実に行った結果、ね、スピン量が1000以上かあった。1000減った。1000減った。そして、まあ、ちょっと動画には映ってないけど、はい、あなたちょっと何球か打ってたんで、はいはいはい、ドローヒッターになってきた、はい、今まで打ってた軌道、このプッシュスライスしてる人間と思えないこのドローの方に履歴が全部残ってるっていう、うん、この奇跡的な結果、これですね。いや、覚醒したよ。でやっぱり原因その右肩、あとアームローテーション、ちょっと心当たりあったんですけど、僕の寝相がいけなかった。右側でこう、はい、こう寝るんですよ、僕こうやって寝るんですよ、こうやって寝るんですよ、そうするとこう右肩がこう入るんですね。でなんなら僕はちょっと安心するんで、こう抱き枕とか抱いてこう寝るタイプなんで、こう右がめっちゃ入るんですよ。これです。それが原因で、子供の頃からそれ寝てたから、そうそうそう、右肩がずっと入っちゃって、そうなんです。ちょっと胃を守るためにこう右側に寝るといいよなってテレビで見て、でさらにその胃の蓋を少なくするのにこう抱き枕を抱えてるんですよ、僕いつもね。で右基本寝るんです。これですね、ここが原因です。これがドライバーの時からずっと悪さして、こいつです。あ、じゃあスライスを直すためには、はい、左側で寝ます。左で寝る、はい、次はもう次こう寝ます、こう寝ます。わかりました。